すみません、今井さん、びっくりしましたね。あのバック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアンありました、はい、そしたらプラモデルじゃなくて実写があるじゃないですか。いわゆる映画に出てくるもの再現したっていうのは初めて見ました。お、すげー、やーキャイン宇都鈴木の宇都車マニア始まりました、ここは埼玉県の伊奈町でございます。埼玉はですね、よく浦和には行く機会があるんですね。お世話になってる人がいて、伊奈町初めて来ました。あの上尾市の隣なんですね、桶川市や初田市の隣の町になります。上尾というと確か、原市のお二人は上尾だったんじゃないでしょうか、まあ、多分原市のお二人も伊奈町は知ってると思うんですよね、間違っていたらすみません。ここ伊奈町にある、天湾さんにお邪魔しております。天湾さん、まさしくですね、天湾、この10、11ってことでしょうかね。それとも 10-1 の9、どういうことなんでしょうね。あそこにこう線が、天と湾の間に線が入ってるから、マイナス1マイナスの9かな。いや、そういったあたりも聞いてみたいんですけどね。え、あの、なんでだって天湾さんは我々の恩師である増田さんのご紹介ということでありがたいです。増田さん、ありがとうございます。福地さん、ありがとうございます。その天湾さん、もうおしゃれなね、店構えなんですよ。大きなガラス窓でもう ET がいるんですよね。え、ちょっと目線合わせましょう。 ET 指こうしたいですね。いいなぁ、これ ET、 あ、これ実物大なのかな ET ね。え、この ET、 うわぁ、関根さんと 小堺さんのこうお二人のやり取りで ET みたいにしてこうぐーっとこう指をこうって、あ、触れるのかなと思ったら触れた瞬間あーっていう、お互いにあーってなるっていうね、そういうのをあの見たことあります。いや、すごい。そしてウェルカムトゥーザ天湾エントランス、あれ見たことありますね。え、あの名作バックトゥーザフューチャーのこロゴにね、オマージュして作ったんでしょうか。何か、あ、デロリアンの、何分の1スケールのこれプラモデル、好きなんですね、バックトゥーザフューチャーが、そして ET が、なんかこのアメリカの映画にもものすごいやっぱり感銘を受けている方がオーナーなんでしょうか。さあ、それでは行ってみましょうか。いざ、あ、オーナーさんのもとへオープン、カムイン、そしてキャイン、キャインしました。あ、どうも、うわっ、わっ、ときめきの車があるんですけど、あ、すいません、こんにちは。こんにちは、増田さんの紹介でやってまいりました。あ、キャインの宇都鈴木です。あ、どうも、初めまして。よろしくお願いします。初めまして。今井と申します。どうも、今井さん。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ、増田さんや福地さんにいつもお世話になって。いや、そうなんです。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、すいません、今井さん、はい。びっくりしましたね。あの、バック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアンありました。はい、ありますね。そしたら、プラモデルじゃなくて実写があるじゃないですか。実写も、はい。1台、2台。すごい。1台、2台。まあ、外にもあります、ね。外にも。はい。デロリアンが3台はぁ、ここデロリアンショップと言っても過言じゃないんですか。まあ、デロリアンも扱ってるし、今他の車も扱ってるし。待ってくださいよ、夢のデロリアンで俺こういう状態で初めて見たんですよ。まあそうですよ、ね、これバックトゥーザフューチャー仕様ってことですか。そうです、タイムマシン仕様に。これ今ちょっと作ってる最中なんですけど。作ってる、はい、作ってる。今井さんが、そうです、いろいろこう組み立てたり、いろいろ、はい、今井さんが その映画をもとに。そうですね、これ細かい部分まで分かるんですか、その設計図とか。これはみんな、あのアメリカで、そういうパーツを作ってる、まあ、ところがあって、あ、そういうにこう依頼して輸入してこっちで組み立てたりとか。すごい。いや、だから実写版プラモデルみたいになってるんですか。いや、本当そうですね、1分の1のプラモデル。1分の1スケールだってこれ、これ自体は本当に、実写、いわゆるエンジンも乗せてある。そうです、そうです、本物の、はい、本物のデロリアンをもちろんベースにしてこういろいろカスタムしてくるんですか。すごいですね。
おったまげた立ってる、これガルウィングで合ってますか？そうです、ガルウィングですね。ガルウィングこれ開いてるの、いや、しかもこれバクテリゼフューチャー出る、これついてるのって見たことないですよ。これ実写自体はこれ、正式な車の名称ってなんていうんですかね。これ DMC12 っていう車ですね。 DMC12、 はい、わ、デロリアンって言ってるのは、うん、メーカー名なんです。デロリアンっていうメーカーが作った DMC12 っていう車なんですね。あ、そうなんですね。勉強になります、ありがとうございます。すごい、デロリアン、デロリアンって俺もう勝手になんかあのバクテリーゼフューチャーの中でいう名称かと思ってました。ああ、デロリアンっていうメーカーさんが作った DMC12。 そしてこちら101さんは101って11ですか？いや違います、101ですね。101なんで101。今いいになるんですか？あ、まあ、今いいで、ゼロがこの、あ、まあで、まるっていうか、そういう感じで。テンワンってお店の名前はそうなんですけど。お名前を、そうですね、こう、もじってっていうことなんですね。はあ、それでこう、はあ、そうなんです、ええ。ありがとうございます。あの、今井さんは、車、もう好きだと思うんですけど、なりわいにしてるんで、はい、あのバックトゥーザフューチャーが好きなんですか？あのね、80年代の映画が好きなんですよ。アメリカの。そうです。だからそうすると、まあ、このバックトゥーザフューチャーもそうですし、あとあのナイトライダーって、はい、結構あれは映画というか、うん、テレビドラマだったんですけど、車が喋る、そうそうそう、相棒になるっていう、そうそうそう、あれ辺とかが大好き で車屋っていうのもあって、っその出てきた車を作ろう。確かに車がメインの映画が好きなんですか？そうすごい。僕ね、実はそのデロリアン、今まで実写を拝見する機会が何とか人生であったんですけど、本当にこのような形でのいわゆる映画に出てくるものを再現したっていうのは初めて見ました。だからこれみんな興奮しますよね。そうなんですよ。じゃあ来られた方、だってこれ実際これ本当これ、これはもうそのまんまです。全く同じもので作ってあるんです。はい、同じもの映画。適当じゃないんですよね。すごいですね。はい、これがじゃあアメリカからがこれパーツが届いて、それをここにつけてってことですか？まあそうですね。組み立てながらつけたりとか、まあないものは作ったりとか。そう。設計図があるんですか？いや、ないです、ないです。そういうのは。それをじゃあ今井さんの塩梅でこう。実写のなんか写真とか見て、ああいうプラモデルを見て、ここだなとかっていう感じで。そうです。あとはまあアメリカに何回もこう行って実写を見させてもらってるんで、向こうで行ってこう、ああこうなんだ、ああそうなってんだっていうのを、まあ、教えてもらったり、向こうの人に。すごい興奮して、だってちょっといいですか、これどうもらってんの、これ、わあ、これすごい奥行きがあってね、穴が開いてて、これそう、この奥エンジンなんで、そう、後ろがエンジンなんで、この車は、え、エンジンの、まあ、ちゃんとその熱を逃がすようにはなってます。え、本当にエンジンがここにあって、そうです、そうです。本当に動いたらここから出てくるんですか？いや、排気ガスはこっちから出ますけど、逃がす、このラジエーターみたいに、ね、熱をのこう逃がす、本当に逃がしてくれる、はい、結構熱い、これもわもわ熱くなる。そうなんですか。うわ、これ動くんですか？これは普通にエンジンかかって走ります。これ出したことあるんですか？ありますけど、稲の町を。あるんですけど、ええ、あまりにも目立ちすぎて、ええ、そうでしょうね。そう、だ実際あんま乗らないんですけど、はあ、ええ、いや確かに、もうだってどこかコンビニ行って止めてたら大変ですよ。アイス買って出てきたら、うわ、人がみんなどうなってんだって、写真撮らせてくださいってなるでしょ。ほら、俺たちの世代だから、だってなおのこと、うわ、待ってくださいよ、うわ、たまんないね。一回ちょっと外周をね、こう、うおー、はあ、こういうふうに、うわ、フロントからの、まいったな。なんて言ったってね、デロリアンは、この鉄板、むき出しみたいな感じのボディ、これはもともとそうなんですか？そうです、もうステンレスなんですけど、塗装してない状態の、もう、鉄板とかステンレスむき出し。それがもうその DMC12 の、そうそう、あのノーマルの姿というか、オリジナルで当時発売された姿がもうこれはこのままです。すごい、やっぱセンスがすごいですね。すごいですよね、ディロリアンの方、俺これがまたかっこいい、印象的ですもんね。他に類を見ないじゃないですか。そうなんですよ ね
あえて登場しなかったんだ。しないで。それゆえにこの独創性が、ものすごいやっぱりこうインパクトがあって評価されるっていうか。そうです、ね、はあ、触ってみていいですか。もちろん大丈夫ですよ。ありがとうございます、はい、あ、冷たいあ、これ鉄板、これまあ室内にあるっていうのもありますけど、そうです、ね、これで逆に言うと外をもし日差しが強い時は日差ある、ね、夏もめちゃくちゃ暑いです。超暑いです。だから目玉焼き本当に焼けるかもしれない本当に、サニーサイドアップ、うん、この前酒場マネージャーになれましたけどね、目玉焼きを英語でサニーサイドアップ。はこれ憧れ。だからとにかくガールウィングこういう開き方するっていうと、ベンツだったり、あと、まあ、カウンタックは、こうですもんね。そうですね、でもデロリアンはもうこの当時81年にもこういうふうにガールウィングを導入して作ってたと、はあ、いや乗ってもぜひいいんでしょうか、ありがとうございます。マーティさんやドク博士もこういうふうに乗ったんでしょうか。すごい配線がまたかっこいいですよね。そうなんですよね、ちょっとまだねこの辺が作ってる最中なんで。よいしょ、すごい、うわこれは、まあ、類を見ないですよ。なんて言ったって、だからこのインパネがこのメーター、これあ、これマイル表示なんですかね、やっぱり。そうですね、78っていうのは、はい、はあ、そしてこれですよ。おいや、今までいろんな車乗ってきたけど、これすごい、はあ、こんなデジタルがいっぱいの、メーター、そうですね、それがあのタイムスリップするときに、あの何年に行くかって、あのドクとかマーティーが入力したやつで、まあ、タイムサーキットっていう、まあ、一応部品名があるんですけど、ちょっとあのキーを少しだけ回して、多分触ってます、少しだけ1個奥に回して、はい、そういうわけです。その、はい、これを下に回って、何ですかこれ、レバーが、はい、下にいいっす、ガチャンと、おすげー、うわうわ、ついたランプが、1985って、1985年、そしてここが2018年になってる。じゃあ2018年に、もしかしてこれから行けるみたいなそういうこと。うっそ、すげえすげえ、イルミネーション最高、すごい、なんかこっちも動いてる、うわこれ本物、すごい今井さんすごいじゃあ現在過去未来、現在、そう、それが今井さんそういうことなんですね、まあ、そういうことですね、今、いいですもんね未来と過去を今井さんが全部こう仕切ってるんですね。すっげー、今井さんすごい、これ、走ってる時これそう、そのまま走れますよ。すごい、はい、うわこの中での興奮と、多分これでもし走ったら、いや、昼、そして夜なんてみんなどう思うんだろう、いや、あそこなんか光ってるな、みたいな、しかもデロリアンだぜ、みたいな、びっくりするだろうな。今井さん、これ、じゃあこれ戻すと止まるんですか。あ、そういうことです、はい、はいいですか。いいですよ、はい、はあ、これも全部作ったんですか。そうです、映画の中でもそれを回すとこう電源が入るようになってるんで、あのそれ通りになってるんですね。はあ、もうバクティーでフィーチャー見ます、見ました、見てなかったですか。これね、これ見てから見直すとまた面白いですすいません、はい、僕ね断片的にしか見てなくて、すみません。そうなんですね、その僕がこれだけ興奮するってことは、もし僕が全編を見てたら、もう大変なことになります。大変なことだ。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。